にちは。前回からニーナを操作していて、洞窟を抜けてこのロメロ村っていうところにたどり着きました。ロメロ村だよね。ちょっとそうだ、なまってるんだ。ここオラの恋人もどこかに行ったらよ、きっと都会の男にたぶらかされたんだべ。気悔しいだよ。カーマの塔には気味の悪い化け物がたくさんいておっかねえだ。魔法使いが薬をまいてから村の土が不気味な色になっただ。きっとあの薬は邪悪なものだよ。なんか怪しい。大丈夫なんかな、ここの人。なんか寝てる人いるよ。無理無理、普通に寝てるだけだった。お、ラッキーの絵だ。何？あ、説明説明。運の良さが上がります。そっか。すごいなんか可愛いなネーミングが。なんだべこの穴は。なんだ、なんだろう。え、どこ、ここなんだ。ここ、俺たち上の人に内緒でここに住んでるんだ。俺たちみたいに隠れ住んでいるやつら結構いるんだぜ。え、どういうこと、どういうこと。何、内緒に住んでるって。たまには壺を整理しないとな。魔法の地図がどこかに紛れ込んでわからなくなってるの。魔法の地図があるのかと。壺を整理する。左のあの壺かな、あれか。そうか、怖く鍵かかってるんだ。すごい。どうしたらいいんだ。やるしかないか。あ、あ、いけるいける。ん、え、あ、あ、来た来た、魔法の地図だ。よっしゃ。道具で持ってる。あ、持ってる。使わない。スタートボタンで地図が見られます。おー、やっと地図だ。え、てか地図ずっとここさ、アイテム欄圧迫し続けんのかな。ちょっと邪魔だな。上に行ける、これで。あれ、どういうこっちゃ、どういう作りなんだこれ。謎だった。この村でおばばさ、この村でおばば様と言ったらこのわしのことだよ。そう、そうだよか。死んだ人は生き返るし、娘たちはいなくなるし。あ、娘はいないまま。最近は変なことばっかりだよ。娘はいないんか。ここはなまってない。あ、すごいセット売ってる。へえ、でもここそんなにあれだな、安くないな。へえ、片付けるとこか。魔法使いの薬で生き返った人は夜しか動けないだ。昼間は暗い部屋で寝てるだよ。それやばいやつじゃないの。それはちょっとゾンビ的な、アンデッド的なあれじゃないか。大変なことになってるぞ。ダンスダンス。危ない薬だって。危ないな、なんか。なんだなんだ？戦闘中に使います。危ない薬を。
なんだよそれ。謎だな。寝てる。むにゃむにゃ。みんな寝てるな。あ、これあれか、生き返った人ってこと？なんか怖い。なんか売ってるかな。ブロンズレピア、青銅の盾、青銅の兜、タイトミニ。青銅、あ、この二人の分は別にいらないな。タイトミニのか。鎖片身だ、シルクの服、たっけーな。装備整えた方がいいんかな。でも高すぎるよな、ちょっと。こんな鍛えなきゃいけない？よくまた拾えないかな。魔法使いが、あ、そうそうそう。何の薬をまいたんだろうね。あ、豚だ、かわいい。入れないんだ。豚豚、かわいいな。どうしよう。じゃあちょっとタイトミニさ、買えそうだからさ、あれだけ買おうかな。そうしようかな。ちょっと戦えば稼げそうだから。あ、そっか、娘たちがどっか行っちゃったんだ。出れねえだ。ちょっと稼ぎますね。よし、ミニスカート装備しました。じゃあこっち行って進んでいこう。うわ、なんだなんだなんだあれ。何あれ、浮いてるんだけど。どうやって行くんだろう。行けんのかな俺。あ、なんか入れる。森？ここ抜けていくってこと？何こいつ？雲か。鍵使ってこ。スパイダー。よしよしよし。うわ、結構強いやつだった。広い。うわ、毒にしてくるやつじゃんこれ。やだやだやだ。マジ鍵がすごい役立ってるんですけど。すごいな、めちゃめちゃ強いな。鍵さまざまなんだけど。あ、上がった、やった。プララク、プララクとは。呪文のさ、説明って出なかったっけ。プララク。すでに開いてなきゃダメだなこれ。プララクって、あ、これか。味方一人の運の良さを上げる。運の良さか、あんまり使わないなってことは。いやー、これは覚えられない。覚えられないよー。どうしよう、どっち行こう。チークか、上来ちゃったし。あ、宝宝なんぞ。薬草か。薬草が溜まってきてしまう。キノコがある。キノコも食べれるんだこれ。大丈夫か、やばい。
え、やばいでしょこれ絶対。うわー、毒キノコじゃん。ゲー、ニーナはダメージを受けた。最悪。そんなことあんの。まあ一個ほっといて、毒状態ではないか。変なもん食べなきゃよかったよ。これは骨か。あ、また音だ。キノコも気をつけよう。この世界いろいろ食べれるから、その辺にあるものは食べない。じゃあこっち行こう。あんま広くない。あ、これもキノコじゃん。うわうわわ、食べてみたい食べたい食べてみたい。さっきと色違うキノコ。あ、いっぱいあるね。こんなに生えてるよ。うわ、すごいすごい生えてるし、なんかこの森でも骨がめちゃめちゃ落ちてるんだけど。しかもちょっと森がさ、広いっていうね、こう全然わかんないよ。あ、ちょっと待って、人森か。バンデージ直す系か何か。いっぱいになってきたって。もう防御力5。あ、装備品なのか。バンデージ、ん、革の盾からバンデージ。あ、なんかいいのか。盾いります。あ、持ってるか持ってるか。よし、どこ行けばいいんだろう。昔のゲームだからか、エンカントリって高いですね。上から行くんだ。そういや魔法の地図あれだわ、見てないわ。次フィールド出たらちょっと見たいな、開きたい。どうなってんだこれ。光が抜ける方かな。別にエンカント多いの全然構わないんですけど、編集がめんどくさいよね。あ、大地の鍵マジ。あ、ちょっと、あれ抜けちゃったよ。こっちが抜ける方が、ちょっと上の方見てないから、ちょっと見に行きます。あ、宝があったぞ。薬草かい。いや、ただなんかレベルが上がってニーナが新しい呪文を覚えたんですよ。ギーガン。覚えない、なんだろう、覚えられない間にどんどん覚えてってしまうんですけど、ギーガンがなんか攻撃力を上げる、あの、魔法っぽいです。はい。やばい、マジ覚えられないよ。あとちょっとこの右の方見えてないんで、行ってきます。はい、なんか上の方にもありました。150デニーか。これで見たかな、全部。ちょっとじゃあ、出口まで行きますね。あー、やっと出れたよ。迷ったかと思ったよ。あー、しかもあれだな、あの、浮いてる城じゃなくて、あ、これがあれでもあれか。カーマの塔ってやつか。あ、一応目的地でいいのか、じゃあ。マップが？あ、これじゃない。え、こんな広いの世界。あれ、どこがどこだろう。ノメロ村。右の方はあの来た町、ウィンディアだっけ、ってことかな。あ、でもソウルっぽいよね、あれ。あ、じゃあまだこんだけなんだ。すごい広いんだな。結構歩いた感じするけど、マップも。へぇー。とりあえず入るか。入るしかないもんな。入ろう。怖い。どんどん続きますね。うわ。あ、同じ感じか。もうね、大地の鍵無双ですよ。強い、マジで強い。
あとそうだ、そういえばね、堕天使のキス、敵が落としすぎて、見て圧迫してきました、だんだん。あ、回復できそう、これ。なんかいる、なんかいる。何あれ、何あれ。とりあえずちょっとぐるりとしたらさ、あの右に浮いてた、なんだ、お化けみたいなやつと話しかけてみるか。階段から来るんだ、あれ。ぐるりとしよう。あそこから上に行けるっぽいな。左の方から上に行ける。ここなんだろう。こっち側にそいついたよね。うわわ、あそこ進みそう。あそこ進みそうだよね。あ、下に、あ、宝箱ある。じゃあ、あの宝箱取ってくるわ。なんだろう、これ。月の雫？月の雫とは。薬草めちゃめちゃあるし。パーティーの状態を回復し、HP を全開します。え？全員？すごくないか、これ。あー、全開するんだ。しかも全員でしょ。取っとこ、これ。へー、じゃあどうしようかな。とりあえず左側の登れる階段登っていこう。あれはちょっと無視して。つまりここも行ってないな。地下先行くか。そうしよう。おーっと、ネズミと、なんだこれ、すごい骨が。薬草、ここ、キモ。薬草か。ネズが、骨ネズがすごい。よし、じゃあ左のあっちの、あれ、あそこに行きます。はい、ここに行きました。上行ってみましょう。あ、宝か。ほう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 。月の雫の、よっしゃ、2個目。そう、やっぱりあっち行かなきゃいけないんだね。じゃあ右っちょに行きます。よっしゃ、あいつに挑んでみよう。絶対敵だよな。ボスかな、なんだあれ。で、あれ、これ兵士さ、レベル上がんないんですね。ニーナが追いついてしまったレベルね。え、経験積んでんのに。成長しない兵士だな。よし、ボスも多分さ、この鍵でいけないかな。マジ強いんだけど、これ。よし、君は一体誰だい。ギーギー、俺はウゾ、お留守番してるギー、だから誰も通すわけにいかないギー。あ、ボスなんだ。あー、ギーって見た目とは裏腹にちょっと死神っぽくてちょっと怖そうなんですけど。攻撃、手下うぞ、手下。手下うぞっていうか効くよね。あ、そうそう、結構効く。うわ、物理あんま効かないね。みんなで使えばいいんかな、これ。みんなで使える感じ。あ、一旦に一個か。一個っていうか、一回、一旦に一回しか使えないんだ。いや、強強強。火力はすごいある。まだ平気だよな、みんな。いけ。手下ウゾの目に涙が浮かんだ。また、耐えてくるんだ、これ。ちょっとかわいそう。泣きながら守んなきゃいけないんだもんな。ごめんねー。よしよしよし、進めるようになったぞ。一回回復しよう。よしさ、進んでいこう。かわいそうだったな、あいつ。よし、ここ長いかな。ちょっとまたぐるりとしますか。あ、下に、あ、下は宝箱だったよね。
下行こう。よし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 。お札、お札、お札は初めてか。あ、2個目か。なんだっけこれ。体を正常に戻します。なんでも聞くってこと。何なんだろう、わからねえだ。何の話なんだ。ゾンビ状態直すのベムのなんとかだもんな。上も行ってみるか。ちょっとちなみしよう。また回ってくんの大変だから。あ、またなんかいる。あそこに、ここ当たりだった。リフルエキスだ。よし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 。じゃあ上の方回っていこうかな。あいつもまた手下なんかな。魔女の手下ってこと。なんだかんだで結構お金貯まった感あんだけど。すごい、もうすぐ5000だ。ねずねず多いな。よし、なんだあれ。ちょっとね、薬草が溢れ始めているんだよね。何階建てなんだろう。ここは上しか行けないか。上がろうじゃん。お、あそこも行きたいけど、いやー迷う。なんかこの間さ、ずっと、あ、竜が寝てるかと思うと。ねえ、お札か。よし、こっち側行こう。あの手下はまた、なんて名前なんだろう。さっきのやつの名前もちょっと忘れちゃってるけど。いざ。んで、ここどこだ。あ、穴だ。穴と上に行け。上に行ってみるか。穴どうだったっけあれ。うわ、なんかここも穴開いてる。薬草を手に入れた。ほい。どんどん落ちちゃうんだけど。げー、ここ戻ってきちゃって。おい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 、めんどくせえな。マジか。ちょっとじゃあさっきのとこ行くわ。よし、また戻ってきました。さっきさ、左でしたよね。こっち行こうぞ。ほい。で、ここで、おいしょ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 。で、上に上がれるんだ。なんとめんどくさい仕掛けっていうか、なんていうか、昔のゲームあるあるですけど。めちゃくちゃぐるぐるしちゃうやつね。急に落とし穴になることはないのか。もう見えてるんだよね。いきなりさ、こう下に穴開いて落とされるのは嫌だからな。お、あ、まだか。この下なんだ。え、まだ下行ける。あ、宝箱のとこかな。ほい。あ、これだこれだ。万能薬？万能薬だ。説明すごい。もうね、堕天使のキスとこのもうやばいな、マジで。これまとまんないんかな、堕天使のキスは。カオスなんだけど。薬草もすごい溜まってきちゃった。万能薬が全ての状態を回復させます。万能薬、お札は正常に戻す。なんか毒でもゾンビでもないものはお札なのか。何でも治せるのが万能薬か。しかし堕天使のキス売っちゃおう。よし、じゃあ戦うんだ。回復してからにする。はい、久々にちょっとね、録画を失敗しまして、めちゃめちゃ久しぶりに失敗したんですけど、ちょっとね、最初から、ここら辺から撮れてなくて、最初からやり直しているので、ちょっとデータ違うかもしれません。まだ序盤でよかった、マジで。はーい、
で、道具回復しました。道具団はね、相変わらずちょっとカオスです。ちょっとね、整頓する気にならなくてカオスですよ。で、なんかこの二人さ、兵士の顔微妙に違うの今知ったんですけど、ちゃんと顔が違ってました。はい、で回復したのでこいつに挑みましょう。いやー、ちゃんとデータしよう俺の弟が下でバンをしてたはずだが、まさかお前だ。ギー許さん。ギーギーギーこいつなんだろう。下のやつ名前忘れちゃったな。なんだったっけ。兄弟だから、手下無造。あ、名前変わんない気がするんだけど、どうだったかな。ちょっとまた鍵でチクチク。うわ、強い。めちゃめちゃ強いな。兄ちゃん強いな。まだ平気か。まだ40あるか。うわー、やばい。回復した方がいいかな。回復はするかしよう。リリフ兵士1、兵士1が使おう。魔法もさ、ちょっと私書き留めていこうかなみたいな感じで思ってて、ドラクエの時みたくわあー怖い。魔法と魔法の効果はちょっと覚えられないから、すぐ回復しよう。いやー、よし。うわなかなか強いですね。無造。あれ、どうなってんの？しゃがみ込んでんのかな、あれ。この飛べる人たちさ、羽で飛んでばっかいると、多分足ヨロヨロになっちゃいますよね。うわぁ。よし、いいね、いいね、いいね。あとちょっとかな。回復いっか。また耐えてくるかもしんないけど、いけ。あ、よかった。平気な顔している。これででもいけるだろう。いけ。よし、やったー。あれ、なんか少なくない？最初にもらった経験値とお金の方が高かった気がするんだけど、まあ、いっか上に着いたぞ。何にもない。あ、これなんだろう。おー、道ができた。ん？あ、あ、あのスイッチであれなんだ。人がいる。これを押せば、あ、なんかどいてくれる。ん？あ、歌詞かかってる。あなたたちは？ありがとうございますだ。あ、いなくなってた人たちか。助かっただよ。オーロラたち一足先に逃げるだよ。あんたらも気をつけるだよ。え？解毒薬を探してるのか？よくわかんねえだが、魔法使いはこの下で薬を作ってるだよ。そこに行けばあるかもしんねえ。爪先行ってみようかな。下が魔法使いそうか。あ、で回復、回復して、回復するってボスいんのかな。あ、セーブポイントあるね。よし、じゃあ今日ここで終わりにしましょう。次回上行ってみようかな、先に。うん、多分そうします。はい、ではここまでにします。ご視聴ありがとうございました。